母がバレエを習っていたので、そこに母が私のことを連れて行ったことがきっかけなので、覚えていません。一つのことに真剣に向き合うことを学びました。 1,2 分の短いバリエーションを半年以上かけて練習をしていたので、それに長い時は2年以上を同じ踊りを踊っていたので、細かいところまで指導していただいて、それでも足りなかったし、まだ改善点がいろいろ見つかって、そういった意味では探究心や研究心が身についたと思っています。自分の踊った踊りはどれも好きです。強いて言えばドラマチックな踊りが好きです。家族です。もちろん友人や先生方、大切な人たちもたくさんいますし、あとはご飯が大好きです。ショピニアーナとフェアリードールを踊ります。東京公演では2回シルフィードを踊ります。日本の舞台は8年ぶりですし、素敵なダンサーたちと共演できることをすごく嬉しく感謝してます。私たちダンサーも日本のお客様、皆様の前で踊ることを楽しみにしていますので、ぜひ見に来てください。お待ちしています。